西洋音楽において、楽章とは曲をいくつかに分けたそれぞれの部分を指す。伝統的な西洋音楽において、一つの楽曲の中がさらにいくつかに分かれていて、それらがあたかも別の楽曲であるかのようにある程度の独立性を持っているとき、それらを楽章と呼ぶ。最初の楽章から第一楽章、第二楽章のように呼ぶ。また、最後の楽章を、特に中学、修学章。 フィナーレと呼ぶことがある。通常、学章の間は短い時間が空けられて演奏される。学章間に小休止を設けず、続けて次の学章に入ることをアタッカという。極めて異例のことではあるが、学章間にかなり長い時間を取るように指定していることもある。通例として、学章を持つ楽曲は公共曲、競争曲、その他、弦楽四重奏曲などである。 なお、組曲や、オペラ、バレエ保歌劇付随音楽の場合には、楽章と呼ばない。楽章の数は、参加4が基本であり、公共曲では4楽章が多く、競争曲では3楽章がほとんどである。バロック時代には、次のような楽章の組み合わせが見られた。協会そなた形式後期バロック時代の競争曲、古典廃校の作品では、4楽章のものでは休館部曲9。 三学章のものでは旧環級の組み合わせが多い。四学章のもの四学章制のソナタ、室内楽曲、公共曲はこの形式のものが基本である。感情楽章と仏曲の楽章の順が逆になることもある。逆になる例は、公共曲においては、ベートーベンの公共曲第9番が最初であるが、ソナタや室内楽曲では、モーツァルトの弦楽四重奏曲第14番。 春やベートーベンの弦楽四重奏曲、ラズモフスキー第一番、ハンマークラビーやソナタなど、それ以前からしばしば見られる。三学章のモノ競奏曲、ソナタなどによく見られる形式である。ロマンハイコーでは、上記に加えて様々な形式が現れるようになった。一学章のモノ学章が一つしかない例もある。このようなものの中には、一つの学章の中の、 各部分が多学章を構成するかのような例もある。極めて多数の学章からなるもの語学章六学章からなる作品も古典派以前にいくつか見られたが、後期ロマン派から近代以降ではそれが一般化してくる。曲としての統一性前古典派までの作品では、学章間に大きな関連性が見られないため、それらの各学章で一つの楽曲を作るには統一性が、 やや欠けていたが、ハイドンは異なる。学章間の主題に関連性を持たせ、楽曲としての統一性を図るようになった。ロマン派時代に入ると、作品の構築性よりも、感情表現やそのための旋律性が重視されたため、再び学章間の統一性が脆弱になる傾向が生まれた。これを克服するため、ベルリオーズやリストは、 各学章間の旋律の共通性をより重視した循環形式を強化した。この傾向は後にはフランクに特に強く受け継がれた。曲としての統一性という概念に大きく貢献した作品としては、ベートーベンの諸作品、ベルリオーズの幻想公共曲、フランクの公共曲などがある。ありがとうございます。